お世話になります、ひとりでございます。本日は4月30日でございますが、レイドが更新されましたので、その情報を共有させていただきたいと思います。ちょうどキリがいい明日とかでもいいのに、なぜかね今日という、しかも平日なのに一応、まあ多分土日とただ合わせたかっただからでしょうね。で、今回出現するポケモンについては、ニャース各種でございます。アローラ普通のやつ、ガラルの姿で、さらに巨大マックスもね出るとのことです。で、今回はなぜか、いつもだったらだいたい15時とか16時ぐらいに公式からの情報が公開されるんですが、朝10時に公式からの情報が公開されるという、なんとも奇妙な状況となっております。で、今回はガラルの姿なら色違いも出るとのことです。期間については5月3日月曜日の8時59分までとなっておりまして、なのでまだそれはゴールデンウィークの途中なので、ゴールデンウィーク中にまたさらに1本更新されますので、ここでまあ色違い来るかもわかんないですね。まあとにかく今回は色違いのねガラルニャース捕まえていきたいと思います。それではスタートということで、不思議な贈り物からですね、必ずワイルドエリアニュースを受け取っておきましょう。はい、受け取りましたらば、あとは行くだけです。はい、入れていきましょう。レッツゴーと、はい、ここで中身見ていくと、はい、一発できた、いいね。まあただこれはアローラのニャースかな。まあ色違いが出るのはガラルのニャースだけらしいですから、まあ一応でもこいつ戦ってみましょうか。どんなアイテムが出るとか気になると思うんで、まあレシュラムでいけるっしょ。はいはいはい、あーいいね、アローラのニャースということで、クロスフレームでも打っときゃいいだろう。わ、え、バリア3つ、え、相手さだってさ5つ星でしたよ、なのに3つというかなり弱い感じですね。よしよし、余裕で倒せた。めちゃめちゃ簡単だったな、何にも起こらなかったわ。リピボで行きましょう。そこをミスんなよ、別にこれはウォーミングアップですから、そこでミスったらマジで最悪だよ。ちゃんと、あ、おい待ってよ、もうほぼね絶対捕まるだろうなと思ってたら普通に裏切られたわ。まあこいつはもう一回もうやりません、別にこいつ大丈夫なんでゲットしなくて。で、アイテムは別に普通か、やっぱりまあそこは期待してないけどね。 XL1 個、 L2 個、ダイマックスアメ2個、鉱石等々あって、って感じですね。だから普通かな。ただとはいえアローラニアスって割とレアっぽいっすよね。普通の草むらとかで多分出ないと思うんで、まあこれを機会にゲットするのもいいんじゃないかなと思うんですが、私はもうやめます。もう色違いゲットしに行きましょう。来いよ、一発で来いよ、頼む、来い。はい、来た、運がいい、しかも5つ星ですね。また今回もガラルニャースね色違い出やすくなってるんですが、5つ星で確率が上がってるらしいので、5つ星が出たらもうそのままね戦っちゃうっていう感じですね。レシランでいきたいと思います。これマジで一発で来たらやばいぞ、マジで興奮しまくりだぞ。無理か無理か。で、ガラルニャースはね、多分色違い分かりやすいですよ。なぜならば普通のニャースと多分ね同じような色になっていると思いますので、パッと見でわかると思います。まあ、ということで出なかったらリセットしていきましょう。はい、でリセットしたらまた中身を見てって、次はみんなで挑戦でオンボタンを押して日付を1日進めるっていうね、日付変更バグをやっていきたいと思います。これでね別のポケモンに変えるっていう感じですね。もうこれさないとできないっていうのもあれですよね、おかしな話ですよね。多分普通にさ色違い確率アップしててもさ、このバグ使わないとほぼゲットできないですよね、はっきり言って。でこれは普通のニャースですので、また出たら、別の方に変えると。これで5つ星のガラルニャースが出るまで、ひたすらやっていくということですね。まあ、今回は3種類あ4種類かな、出てくるのが、なので結構時間はねかかるかなっていう感じなんですが、あ、でも5つ星しか出ないのかな、今のところ5つ星のポケモンしか出てないですね。なのでそういう意味ではゲットしやすいのかな。まあ、とりあえず出てきたんで、そしたら、レポートを書いていきましょう。だいたいいつもだったらここでね飛ばすシーンみたいのを入れるんですが、それを入れるまでもなく出てきたということで楽なんじゃないですか。いやもう来るっしょ、ゴールデンウィークだから来るっしょ、そういう日でしょ。あーダメか、いやーどうだろう、早く来てほしいけどね。でまた出なかったらリセットと。はい、でリセットしたらまた同じことを繰り返すっていうだけですので、もうこれで説明はいいでしょう。てかまあもともとね何回も説明してるんだよね、そもそもいらないと思うんですけどね、一応初見さんのためにっていう感じですかね、説明させていただきました。あ、でも4つ星も出ますね普通に、先ほど5つ星だけじゃねとか言いましたけど、
やっぱそれ出るか。だから確率的には5つ星出すの結構大変かもわかんないですね。まあやっていきましょう。うわ、すぐ出ましたね。で、出たらレポート書いていきましょう。なんだろう、結構確率的には高いのかな、出やすいのかな。はい、来る。もう来て。もういいよ、来て。全然。あー、もう、もうやだ。無理か。無理か。よし、出てこない。おい、やだ。現実、厳しい。バカー。お、すげえ、出るんだやっぱり。でもこれちょっと待って、こいつ出るまで何時間かかった。こいつ出るまで1時間ぐらいかかったぞ。どんだけ確率低いんだよこいつ出んの。まあ捕まえないんだけどね。ふぅ、ふぇ、厳しい。マジか。おぉ、うまい。やめてはぁ、もう本当にこれ、嫌なゴールデンウィーク。普通に無理じゃん。パー。もうずるいよ。お前やる気あるのか。うわ、もうクリスマスまで来ちゃったゴールデンウィークなのにクリスマスまで来ちゃった。クリスマスもゴールデンウィークも一人ですけどね。つー、鬼畜。もうマジで出んの本当に。期待もしてねえっつって。ふわー、厳しい。いや、これ出やすくなってんのか本当に。よし、頼むよ、来てくれ、そろそろ。え、来た来た、これ来た。え、わかんないわかんない、微妙。来たよねこれ、来たよね。わかんない、ちょっと色の感じがわかんないんだよ。若干暗くなってる。え、違うか。違うか、マジか。今一瞬で眠気が覚めたけど全然違ったわ。なんか急にそう思っちゃった。わかんないよ、もう来てないよね。てぇー、来んの。は、え、一番最悪だぞ今回。ゲーム、ちょっと待って。オッケー、ようやく来た。お前遅えよ。最悪のゴールデンウィークだけどゴールデン色してるよお前。本当に最悪だわ。もう怒りしかないわ。これ何時間かかったんだマジ。ゴールデンウィークこんな使い方ありかよ。別にゴールデンウィークだからって YouTuber だから休みにならないけど、むしろ働かなきゃいけないんだけどもさ。いや、ひどいわ。え、かかった時間、ちょっと待って、4時間半ぐらいかかったか。えげつねえな、ニャースお前それはひどいって。まあごたごた言ってもしょうがないので、クロスフレームましょう。あ、手助けしてくれたわ。よかったよかった。まあ最初は意味ないんだけどね、手助けされても。あ、バリア4つじゃん、めちゃめちゃ楽じゃん。いや、ちょっと待って、悲しすぎて。ちょっとこんな使い方、しかも動画出すのこれさ、どうせめちゃめちゃ遅くなるぞまた。皆さんにいち早くお届けしたかったのに、情報を。マジで出ないかと思ったよ。違う種類のニャースが出るのかと思ったぐらい出なかったからね。今までで一番ひどかったな。オッケー、倒すのはもうむちゃくちゃ楽、何にも事件起きなく倒せましたね。超余裕でした。リピボーでいきましょう。いや、これ捕まってよマジで。もう一回やらせんだよ。さすがにそれはひどい。ゴールデンウィークで本当にマジでゴリゴリにひどいよそれ。ゴリゴリウィークだよそれ。そんなオッケー、さすがにね、それは来てくれるよね。さすがにそうじゃないとひどいもんね。はい、ということで来ました。うわ、いいね、めちゃめちゃいいわ。でそれでさ、小判のところが真っ黒なのがいいよね。まためちゃめちゃかっこいいこの色。で、アイテムは全く一緒っすね。 L が2個、 XL1 個、ダイマックス飴。あ、銀の王冠じゃん、1個来た。ラッキーじゃん、マジか。星のかけら、彗星のかけら、ということで結構いいんじゃないですか。はい、じゃあ見ていきましょう。 5V ですね。わ、マジか。まあまあまあ、それしょうがないけどね。はい、ということで、ニャースレベル60オスですね。色違いで、特性緊張感、相手を緊張させて木の実を食べられなくさせるということで、これは夢特性ですね。これはかなり当たりじゃないですか。で、猫に小判、メタルクロー、アヤヘッド、じゃれつくということで、ね、全く強くない。あ、そっかそっか。てか、ニャース、進化前だからか、弱いのは。そっかそっか、進化してたら、ニャイキングとかだったらもう強いけど、そこはちょっと勘違いしてましたね。で、真面目な性格で暴れることが好きって、それ真面目じゃねえだろっていう話なんですが、当然リボンなしでそんな感じでゲットさせていただきました。はい、ということで今回はニャース各種出ますので、ちゃんとね、色違いも私めっちゃ出てこなかったっすけど、なんとか出てきたので出てくるということで確定でいいんじゃないでしょうか。でね、ゴールデンウィークはまたね、月曜日にレイド更新されますので、そこから普通のレイドになるかもしれませんけど、またねワンチャン色違いありますから。まあゴールデンウィークだけにね。ですからレイドはめっちゃ期待した方がいいんじゃないかなと思います。多分今回ニャースだったから、次回はニャスパーとかなんじゃないでしょうか。